どうした? や、任務はどうだ?歌方の暮らしは?そうか、美しい里だ。緑豊か、私には妹がいてな。ここで、それだけに、この里をまだ経験の浅い君を、ただ、そうする以外に、どこも人手不足でな。君には期待している。そうだ、言い忘れていたが、
私は任務でしばらく里。これが問題児たちなんだが、よろしく頼む。何かよ。お疲れ。怪我しないでくださいね。よ、あんたが噂の新人か。なるほど、いい顔している。初穂も負けてられないな。負けてません。私の方が先輩で、私の方がずっとお姉さんなんだから。ま、仲良く行こう。俺は伊吹、こっちは初穂だ。よろしくな。さて、お子様と一緒に行きますか。ちょっと君、私の方が先輩だからね。その辺をしっかりわきまえるように。やる。ハツコは一応あんたの先輩だ。実際はここに来て日が浅い。ま、同期みたいなもんだ。仲良くしてやってくれ。でも気をつけろよ。お子様は競争相手の登場でご機嫌斜めだ。やるね。こいつは楽できそうだ。ふんだ。見てなさい、私だって強いんだから。これはまたワンサカ出てきたな。さて、大掃除と行きますか。来たわ、まあ、ないんだから。
歌方に。 私でよければ。 おかえり。 任務ご苦労だったな。 ウォーカー戻ってたの？ ああ。 そちらの守備はどう？ 上々さ。 頼もしい仲間が増えたな。 初歩。 いちいち私に振らないでよ。その様子なら心配なさ。君は苦労をかけたな。問題児。俺まで問題児扱いかよ。一人で戦っても鬼には勝てない。仲間まだ不慣れなことも多いだろう。しばらくはよろしくね、相棒。もうしょうがない。